鬼大城の墓木大城の墓は、沖縄県沖縄市千葉那にある史跡。昭安久王から、なお縁王の時期にかけて活動した、武将、大城県有の墓とされ、千葉那城市の中原に建てられており、ホラーの囲い込み墓と呼ばれる形をしている。1980年10月23日に、沖縄市指定文化財に指定されている。千葉那城市の中原の岩陰を利用して作られた。 ホラーな囲い込み墓である。表は石を積み上げて、漆喰で固められており、墓口は南に向いている。墓石の右側地上約 110cm のところは、例の出入り口用に、裏添え用どれに見られるような小穴が開いている。墓石は高さ 174cm、幅 80cm、墓の中は自然洞結を利用したため乾燥に近い状態であり、 天井までの高さ239センチメートル、広さは30平方センチメートルになっている。これらの遺物には、年代、家計が詳しく書かれており、調査資料になっている。また、亀片は一箇所にまとめられており、何らの形で墓の内部が荒らされている形跡がある。第一直しの昭安久王、久の王の時代に、王の側近として活躍した、大城県伊佐は。 数々の武勇から鬼大将という異名で呼ばれているが、1469年に王の重臣であった金丸のクーデターにより、第二直し王党が成立すると、大城は新たに即位した直縁王とは折り合いがつかなかった。その後、直縁王は大城が城下宮里村岩城の娘を目掛けにしたことを不貧行であるとして大軍を送ると、それを事前に察知した大城は、 千葉城のホラー穴に逃れるが、王府軍に探知されて、洞窟の中で、日攻めの末に自陣した。その時に逃れたホラー穴が原、鬼大城の墓と言われている。また一説によれば、なお、遠革命の際に、第二直しに反対する大臣たちが反旗を翻し、大城が首謀者として戦うが、王府軍に敗北して原、鬼大城の墓であるホラー穴で自陣したという説もある。 鬼大城の墓は、現在、生命祭のうちの一つである神御生命の祭、大城の末裔とされている人々が集まり、行事を行っている。また、墓は、四指定文化財に指定されているが、墓は高地に存在し、草木も生い茂っているため、比較的訪れにくい場所になっている。ありがとうございます。